どうも、ダイキングです。本日も動画見ていただき、ありがとうございます。今回は1万円台で、まあ、ほぼ最強の音質なんじゃないかっていうイヤホンですね。エディファイヤーのネオバッツプロ2っていうね、イヤホンのレビューになります。こちらへとご提供いただいたんですけども、想像以上にね、良かったので、iPhone と相性がね、意外と良かったんで、想定外だったんですけど、Android 版のビーツみたいな感じです。一旦概要をサイトでチェックしてから見ていきたいかなと思います。面白い。ネオバッツプロ2 っていうねエディファイアって、まあ中国かな確かね。これがね、公式サイトになるんですけども、よいしょっと。このエディファイヤーで圧倒的な次世代イヤホンついに登場ということで、ちょうど今ね、えっと、セールしてて、1万5千円ぐらいで、まあ大体2万円ぐらいなんですけどね、普段ね、買えますので、これぜひね、チェックしてもらいたいんですけど、まあこれはいいとして、この音楽体験、静寂、まあノイズキャンセリング搭載になってます。で、2020年にこのネオバッツシリーズっていうのがあって、その後の後継機にはなるんですけど、まあかなり進化し 感じはするるす空間オーディオとか LHDCLDAC まあ、L とか、えー、も対応してますとコントローリング質感はねなかなかいいかなと思いますけどね、まあ、24ビットとか対応空間オーディオイキャンもねなかなか強いノイズキャンセリングあの搭載してますこれねでハイレゾワイヤレス入ってて、まあ、いわゆるその LDAC とか使えるんですけど、まあ、iPhone で聞いてみても全然いいですねドライバーがね結構いいのが入ってるんですよねハイエンドのあのイヤホンに使われてるやつが入っててこの価格帯にしてはねかなり頑張ってると思いますマイナス50はちょっと ちょっと言い過ぎな気がするけど <laughs>、なんかこの空間オーディオみたいなのもある。まあこれはでもまあまあかな。これはね、マイクはね、普通にね、綺麗合計ね、8つついてますなんで、4個ずつついてるんで。で、再生時間がちょっと少ないんですよね。ただまあ15分で2時間使えるので、最長22時間ですかね。で、ワイヤレス充電は対応してないです。ケーブルで充電、USB-C ですね。ノイキャンオンで22時間かな。で、本体が確か4時間だったと思いますね。ノイズキャンセリングオンで16時間ですね。はい。これアプリとかも充実してて、イコライザーとかね。まあこれも あとでライトとかね変えれます地味にね。 コントロールとかまあいろんなねゲームモードだったりとかまあもちろん例えばイヤホンからこう外した時に自動停止とかねまあ基本的なものは入ってるかな、うん、ゲームモードとかも入ってますしまあ音質ノイキャンにかなり振り切った感じですまあスペックはねこんな感じで Bluetooth5.3 とかですねまあイヤホンは4時間再生時間で、えー、プラス12時間ケースでまあここがちょっと少ないかなっていうところとあとまあワイヤレス充電対応っていうところかなまあスペック見るとねうって感じはするんですけど音がすごいいいんですよまあなん でちょっと見ていきましょうかでまず本体なんですけどもこちらがネオバッツプロ本体ですねすごいデザインでここがねライトになってて白エディファイヤーの、まあ、ローがさりげなくあって USB-C が入ってます裏は特に何もなくて大きさはどうだろう手のひらぐらいですかねでここを開くと,、えー、とここライトがついててこのライトは変えることができます色 <laughs> 地味にこれかっこよくてねはいで本体が中に入っておりました でファイアーのロゴとでここにくぼみがあるので意外とこう取りやすいっていうのはあるかなはいありますねまあ、大きさ的にはどうですかねまあ、これが家エ,エアポッツなので本体重量自体はやっぱエアポッツより軽いけどちょっと一回りぐらい大きいかなはいっていう感じではあるまあ、そんなに大きくはないですでも 本体が配ったような、ね、デザインになってまして、さりげない。なこうガジェットを心をくすぐるようなデザインになってますね。で、マイクとかもついてて、こっちイヤーチップがちょっと黒っぽい感じですね。まあ、い,いわゆるカナル型っていう密閉型の感じです。まあ、基本構造的には AirPods とかに近いかなと思います。装着感もね、非常に良くて結構気に入っておりますね。で、ここは、えっと、タッチセンサーになってて、ここでポンポンってタップで操作します。2回タップと3回タップかな。両側にあります。装着すると。 といしょと顔 <laughs> こんな感じですね装着はやっぱり airpods とかに非常に似てると思います。つけやすいかなり長時間全然つけても問題ないっていうね。 さっき言った操作に関しては、と左タップですね。ダブルタップか3回タップになります。まあ、操作性に関しては、まあ、すごいいいってわけじゃないですけど、悪くもないかなっていう感じ。まあ、普通に問題ないかなっていうところで、ただタップ操作のその感度っていうのをね、えー、あとアプリで結構カスタマイズできるんですけど、どう高めた方がいいかなと思いました、僕は。デフォルト、そのままの設定だとちょっと感度が弱かったので、まあ、なんでカスタマイズね、アプリの方でちょっと後ほど見ますけども、ただワンタップとかあっても良かったかなと思いましたね。と音質風に についいてなんでですすけども特特徴徴ね音質の特徴というかまあ、このイヤホンのもうほぼ全てと <laughs> 言っていいと思いますけど音質ですも、ね、やっぱり推しは。これこう書いてあるんですけどアンドロイド版のビーツっていう感じでビーツのこの音質向上バージョンですねさらにどんしゃり足したみたいな感じなんですけどまビーツもどっちかっていうとシャリッとしたようなこう勢いのあるえまあ、イヤホンだと思うんですけどもそれをそのビートをさらにこう音質を グッと上げたような感じでございます、まあ、いわゆるドンシャリー系っていうねキレッキレな感じまあなんでもしかしたらこう人は選ぶ気はしますね好みは分かれそうな気はするんですけど、まあ、割とこう悪く言えばこう刺さる感じキンキンっていう感じの音ではある <laughs> 音のねただえと解像度が高いんですよねこの1万円台にしてはでやっぱり広がりがありますでやっぱりここ高価格帯のものとあの安いイヤホンの違いって で個人的な意見ですけどもこの音のき、まあ、綺麗さだったりとかあ,のあとはやっぱりこの音の広がりですねこの臨場感っていうのがやっぱり違うのでその要因としてノーズレス車線のねドライバーハイブリッドドライバーっていうのが入ってまして。 大体ね2万円からまあ、それが結構要因なのかなと思います。まあ、いいもの入ってるんですよね。まあ、なんで結構音に喧嘩をかけてんじゃないかなと思う。まあ、向いてるのはやっぱロックとか、やっぱこの EDM とか、ノリノリ系、どっちかっていうと、まあ、僕なんで聞いてみたア Ado のショーとかね、かなりこう、乗れますね。一応、まあ、ルダックとか Android のみしか使えないんですけど、まあ、iPhone で使っても結構音質的にはね、全然問題ないかなと思いました。うん。 スープロとかに結構匹敵するぐらいのまあ、好みによって全然エアポッツよりいいかなっていう感じです。バラード系とかもね。全然えっとあの呪術回戦の辻文学のね。モアザンワーズとか聞いてみたんですけど、結構良かった。<laughs> 意外とでもシャリしてるからか。 ちょっとゆったりめの曲のぐらいの方がなんかちょうどいい気はした逆にねはいノイズキャンセリングですね関してなんですけれどもこちらもまあなかなかね1万円台にしてはまあ非常にいいんじゃないかなと思います割と優秀というかただ例えばもう少し上の価格帯ですね3万円4万円とかまあいわゆる坊主とかエアポッツプロとか第2世代とかと比べるとまあちょっとやっぱ下がることは下がりますまあなんでエアポッツプロ2は100点だとすると大体8075から80ぐらいかなっていうはいまあ、感じ方によってもしかしたら70点に 感じるる人もいいかかな、まあ、僕は多分80点ぐらいのイメージですかねやっぱりその違いとしては高音とかですね高めの音とか、まあ、人の声とかですよねまあそこら辺はあんまりそんな消えないですかのノイキャンをすごいこだわりっていう方は向かないかもしれないんですけどもまあこの価格帯でこんだけ消えてくれたら十分かなって思います正直十分ですノイキャンもはいで一応あの外部音取り込みモードもあるんですけどもまあ逆に外の音を聴くまあまあかなっていう <laughs> すごいクリアではないんですけどもまあ例えばじゃあカフェとかへ見に行って 会話すするるぐらいいは全然できるかなと思います、はいまあ、風切り音もそこまでは入ってこないとは思ったので、必要できる範囲ではあるかなと思う。あの、外部の取り込みモードもですね。アプリがね、結構あの充実してまして、これで、そして意外と iPhone と相性がね、なんかいいなと思ったんですけども、実際つけてみます。例えばこのライブアクティビティってやつで、えー、っとこの充電量がね、2っていう感じで出てます。はい。まあ、こういうのが出たりとか、でよいしょと。で、エディファーコネクトね。 っていうアプつなんですけど繋いでもらうとですねケースとか充電量見えたりとか基本とこの電球のとこで言うと、えー、このダイナミックアイランドですねこの上側にちょっと画面収録もしてるんであれですけどあのこんな感じでね出てくるんですよ上にこう出てきて繋いでる時にここからダイナミックアイランドがこのままアクセスできたりしますノイキャンの調整とかですねまあここで外ボとかねできますしでここでやっとゲームモードにしたりとか、えー、空間オーディオかな空間オーディオはねまあおっ 音はそんなでもないんですけど一応こうなんかねトラッキングしてくれるというか <laughs> なんかすごいんですけど音は若干下がるような気がするんでまああんまり使わないかもしれない <laughs> で。であとまあサウンドエフェクトか。でこれであのケースのね色をこれねイヤホン入れないと。 でできないんですけどあの変えることができますこ,こ,でとか面白いところで、えー、このコントロール設定っていうところかなでじゃあ例えば左耳右耳で、えー、何をするかっていうのがう割とね簡単に変えれますただ2回か3回しかないのでまあそこはんっていう感じはある <laughs> アシスタントにするとか、まあ、割と自由度はあるかなと思うでさっき言ったタップ感度はできたら、まあ、僕は高めの方がいいかなと思いますねこんなもんかな、まあ、検出だとオンオフとかも、えー、有効無効にするとか もできます bluetooth 設定と初期化するとか、まあ大体こ,こら辺でできるかな。で、まあこの連携の部分が意外とね、ダイナミックアイロンドとか、ライブアクティビティと、あとはウィジェットかなここで一応編集でですね、ここでこのまま、えー、例えばノイキャンにするとか、ここもできます。iPhone のこう左、スワイプするとこれできるんですけど、スペシャルオーディオンするとか、カスタマイズするとか、ここでなんかで、ね、編集で、長押ししてもらって、 このカスタマイズっていうとこ行くとこのエディファーコネクトとかまあいろんなこの対応アプリがあるんですけどただホーム画面にはねちょっと置けないみたいなのでまあここに置いてもらう感じにはなるかなと思います。 結構アプリはね連携がいいというか割と面白いですね結構サクサクしてるし結構しっかりしてる <laughs> 使ってみて良かった点と気になった点ですねまとめましたまあ使ってみて良かった点としてはまあ3つ4つぐらいですかねやっぱり1万円台でまあ大体2万円ぐらいかなそうあの定価だとこのクラスで一番多分音質いいんじゃないかなっていうぐらいいいですまあやっぱその音の解像度とか広がりとかあと奥行きみたいなのがねドライバー入ってるからかなんかねこの臨場感があるんですよねやっぱりねかなりいいと思うはい まあただやっぱドンシャリの傾向はあるのでそこの好みは分かれるかなと思うんですけどもであとまあ2つ目としてはま iPhone とでもね使いやすいっていうところでさっきみたいなえとダイナミックアイランドとかライブアクティビティとかですね意外と iPhone との連携がいいっていうところでなんで Android 版 Beats っていう言い方をしたんですけども p o ポッ s まではいかないけどまあビーツっぽい使い方できるなみたいな意外と <laughs> iPhone でも音もいいしさっき見てもらったようにアプリとか優秀でカスタマイズも結構豊富にできますのでまあそこら辺はねかなりいいかなと思いました 1>, まあ1万円台で、まあ、ほぼ最強クラスのノイズキャンセリングは入ってるのでやっぱこうノイキャンと音質を非常にこう重視したいっていう方には向くんじゃないかなと思いますねまあ全然その実用できるレベルのノイキャンなのでこれはいいかなと思ったはいで逆にえっと気になった点に関してなんですけどもまずえっとワイヤレス充電には非対応になりますなので USB-C でこう接続して充電するっていう形ですかねなので僕の場合だとえっとなんか磁石のねコネクターとかつけてこうカチッってやるとかしたりしてるんですけど まま cio のやつとか使ってますただと15分の充電でまあ2時間充電 OK とはなってるんでまあ、15分ちょっと長いかなって思うけど、まあ、一応そういう機能もあるあとはまあ再生時間に関してはやっぱちょっと短めかなと思いますねノイズキャンセリングオンで4時間 まあケース入れて合計で16時間ですねノイズキャンセリングオンの状態でただやっぱ使ってみたところ長時間の利用だと,と心もとないなっていうのは正直ありますねそめとしては、えー、とこのマルチポイントには非対応っていうところでまあなんであの同時接続に関しては1台しかできませんパソコンとこうスマホをすぐこうシームレスに行き来するみたいなのはできないんですけどまあただ一応ねこのマルチペアリングっていうものに、ね、対応しててまあ今、ね、例えば iPhone に繋いでてパソコンにしたパソコンの方で Bluetooth ピッてこうね選択したらこう切り替え 変わるってこ,とはできるのでこれは結構ねあの切り替え自体はスムーズでした接続も特に問題なかったので、まあ、ただそこが必須かなっていう方には向かないのかなと思いました,た僕はそんなに気にならなかったでやっぱ2万円以下でですねどういった人に向いてるかっていうと2万円以下で非常にまあ音質とかノイキャンジューシーですねイヤホンを探してるっていう方、まあ、特にそのロックとか EDM とかノリノリ系まあドンシャリ系の音が好きみたいなまあただえー、っ まあバラまでいバラードまでいかないけど、意外とボーカルの音も、ね、出てきてくれるので、はい、音質はすごいいいです。はい。まあ、なんで、例えば同じぐらいの価格帯のもので、あのまあ、ベストセラーになってるアンカーのリバティ4とかあたりを検討してるんであれば、まあ、僕はこっち買うかなと思います。正直に、ね。そのワイヤレス充電とか、まあ、マルチポイントとかいらないんであればですね。まあ、音質とノイキャンに振り切ってるんで、結構これはこれであの意外とありだなって思った。まあ別になくても大丈夫っちゃ大丈夫じゃないですか。で、今、えっと、この新春セールっていうのやってるので、まあさっき見た もらったとおりあの公式サイトの方がですね2000円ぐらい安い1万5000円とかで買えるんでこれはかなりねお得なんじゃないかなと思いますほぼリバティ4とかとねアンカーのやつと値段がほぼ同じなので amazon とかでもね1万7000円とかがな、まあ、時期によってこう同じだったり微妙に amazon が高かったりするのでまあ今だったら公式サイトがいいんじゃないかなと思いますので是非概要欄から気になった方はねチェックしてみてくださいまあ詳細なスペックとかも載ってるんでまあエアポッ p プロとかもねレビューしてますので結構ありだなと思って ずーし最近使ってますこちらの動画少しでも良かったなと思った方はぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いいたしますはいあソニーのイヤホンとかをレビューしてるわ。そういえばどうぞまた次回の動画でお会いしましょう良い一日週末お過ごしくださいじゃあまたねこれねちょっとあの面白いわ意外とこんな iphone とこんな活用できると思わんかったわイヤホンも沼ですな